かつて存在した日本の城。釈迦堂川の氾濫源を見下ろす段差約20メートルの大地上にある。現在は本丸跡に二階堂神社が残る。野川本、藤尾栄水器によると、1399年、足利光種が大牛杯のため使わした三つ貞、三つ貞の配下であった二階堂高続が築上した。また、 中古日本地乱期には、須賀川城主、二階堂品野守が1413年の、伊達持修羅による挙兵を、関東久保、足利持氏に伝えたという記述がある。行続くが反抗したため文案年間には、二階堂ため氏が下校して、これを破り、城主となって、統治一体を支配した。なお、鎌倉官令所領役校、応任部官では、行続くの意思、続の医師、 二階堂森重を登場主としている。元気三年七月二十七日に、那須助ケの軍勢が攻めてきたが、当時の上主、高瀬、伊勢守に敗れている。天正九年に、上主の二階堂森義が死去すると、皇室の大乗院が上主となり、上代の須田守秀が実務を代行した。この頃から、伊達氏との対立が深まり、 政宗期によると1585年に、伊達政宗は当地を攻撃するつもりであったが、逆に、佐竹義重らが出陣して、伊達川の城を攻撃している。また、1587年には、合津州と二階堂氏が共同で、伊達氏を攻撃した。天正17年8月19日の那須助春の書状によれば、須賀川城には、当時、佐竹坊が在番していた。 二階堂家臣団では、佐竹氏との同盟を進める須賀川城代、須田森秀と伊達氏との連携を主張する、ほど原康富寺が当時それぞれ派閥を形成し、分裂していた。そして岩瀬軍祭域の行富寺派は、伊達正宗に内容し、同17年10月26日に、正宗が、西方から接近して、三能山城に陣すると、これを先導して、須田氏。 佐竹白の兵、約六百人の守る、東条は攻め落とされた。この際に、釈迦堂側南岸で激戦があり、長六寺が放火されて本丸まで延焼している。上主の大乗員は、佐竹家へ落ち延び、正宗は、一族の石川明光に、須賀川城を与えた。しかし、天正十八年、豊臣秀吉の欧州市沖によって、須賀川近辺は、 ガモウジ領となり、配下のタマルグジが、スカガワ城主となった。慶長三年、上杉影勝が合図に入り、部下の栗田国次が、アタさ山の城から一帯を統治した。慶長六年に、ガモウ秀行が合図藩主となると、家臣のガモウ里成が、スカガワ城に入った。寛永四年、加藤義明が合図藩主となった後、間もなく、廃城となった。廃城後は、 跡地に在京町が反映している。天正年間のものと推定される、二階堂居城時代須賀川城へずによれば、中央に本丸、その東に二の丸、北に三の丸があり、これらの周囲を水郷が囲んでいた。南の大手に、河臣居住区、西には、長六寺や諏訪明神などの寺社を配置、北は、職人や奉公人の町並みがあった。また、 南東には守備のため備えに有力武将の館を配置していた。福島県須賀川市、諏訪町。ありがとうございます。